こんにちは。アラサーノーファンデ OL アイです。身長163センチ、体重45キロ、年齢33歳、冬この冬で34歳です。ノーファンデはい、ということで、今2本目の撮影で、今日あともう1本撮る予定なんですけれども、可愛いドルチェ&ガッバーナさんの、シャイニッシモハイシャインリプラッカーを塗りました。すごいゴールドが、わかります？キラキラキラ、かわいい。この前のね動画で ここが気になったから、ちょっと今日ちゃんと見ようと思って、はい、カメラのところでやるなっていうテロップ今流してると思います。はいちゃんと見てからやったんですけど、はい始まってからも気になりますね。一回気になると。これもねすごくおすすめです。プレゼントでいただきました、会社の同僚に。はい、今回は、今日はですね、その3本のうち、PR になります。 PR 案件、PR みたいな、ちょっと世の中の PR のイメージが悪いようなので、私の大好きな、柳橋ゆいさんがこの、先日、PR についておっしゃってたことがあって、私も思ったので私も申し上げます。PR であってもいいと思ったものしか宣伝しないですし、 PR のご依頼をありがたいことにいただけて、それで商品を知って自分でも買いたいと思ったから PR させていただくということで、全部の PR を引き受けているわけでもないですし、 PR を本当にいいと思ってからさせていただくということで、 PR だからどうとかじゃなく、 PR で私もこの商品を知って自分でも買いたいと思っている商品ということで、はい、ご紹介を今回させていただきます。何の商品の紹介かと申しますと、今巷で話題のアイボンボディーローボディー、イエーイ、アイボンボディー、アイボン14プロ、はい、ヒカキンさんもね動画上げられてましたね、滝の修行で、はい、でヒカキンさんは iPhone のケースをアップアップルで購入されていて、で今回もアップルで買ったよっていう お話だったんですけど、まあなんせねアップルで買うとまあまあなお値段がすると、ちょっとねアップルのケース見てみてください、まあまあなお値段がしますよ。まあ今回ご紹介させていただくものね、のざっとまあ倍はするんじゃないか、倍はなので、それにこう私が見させていただいて、こっちもいいよって私はケースというのは汚れるものだと思っていて、ずっと使っているのもちょっとね、この時代なのでね、話によると携帯っておトイレより汚いみたいなね噂とかもあったりするじゃないですか。ってなるとケースはそんな頻繁に買えないっていうのもどうなのかなっていう感じで、結構ケースは頻繁に買えるタイプなんですけど、そして透明のものを買えます。今も今回私は恥ずかしいというか、案件をお受けする時も伝えたんですけど、私は今13プロを使っていて、今回は新しく10月から始まる、会社の方のね YouTuber に就任させていただくことになりまして、ありがとうございますありがとうございます、会社の YouTuber にならせさせてくださいっていうことを会社の社長さんに、まあ、直談判という形でお願いをして、2年半前にまあ、そのねお願いをして、今回この愛チャンネルが2年半前から動いていて、でまあその会社の YouTuber がいなかったので、会社の YouTuber になりたいっていう申し出からのこちらで、2年半経って10月から会社の YouTuber にならせていただくことになりまして、目立ちたがり屋なのかと思うと思うんですけど、そうではなくて、まあこうねやりたい方向性のことを考えて、自分に何ができるかなってなった時に発信することが好きかどうかは置いておいて、苦手じゃないっていう形になって、こちらにたどり着きました、自己分析の結果。はい、もともとは SNS をねずっとやってたわけじゃないんですけど、そうなんですよ、はあ、また長くなっちゃった。でもどんな人がね商品紹介してるかって大事だと思うんですよ。なんとなく商品だけ紹介されて、あこの商品いいんですみたいなね、今回も14プロできっと検索してくださる方がいたと思うんです。ありがとうございます。
でも結局商品だけこれいいんですって言っても説得力なくないですか。どんな人がどんな経緯で YouTube 始めて、でそれで今回 PR をどんな気持ちで受けていて、でどんな気持ちで、まあ、受けていてって言ったらですね、受けさせていただいて、どんな気持ちで受けさせていただいて、こうありがたく声をかけていただいて、そうね、で私も子供が、おりますので、その撮影のタイミングとかも自分のタイミングだけじゃ測れないから、だから難しいかもしれないって言って、タイミングがねもし合わなかったら迷惑かけてしまうので、ご辞退しますってことも、ね、申し上げたんですけど、担当者の方が私にお願いしたいって言ってくださったんですね。ありがとうございます。遅くなってもいいよって言ってくださって、本当にね、なんでそういう風に思っていただけたのかは本当にご縁だなと思うんですけど、だから一生懸命その商品のことも調べたし、使いたいなって思ったのでお引き受けをさせていただいて、でなるべく早く14 Pro 買った方がね、これから10月に受け取る方が多いという噂を聞いておりますので、まあ、その方々が、ケースどうしようって今思われている時に、ぜひ押していただければということで、この概要欄っていう欄、携帯から見ている方も見えると思うんですけど、パソコンから見ている方だったらそのまま押せるのかどうなのか、概要欄、ウェブバージョンだとピチッと押せますよね、きっと。アプリからだとも押せる、押せますか。押せなかったらちょっと一回サファリに切り替えて、サファリで i チャンネルって調べ、 i チャンネル O の I で出てくると思うので、いい加減出ないかな。 i チャンネルはローマ字で、O の I は漢字で入れていただくと、その概要欄にクーポンを貼らせていただいていて、 10% オフで、待ってる、 10% オフで購入ができるっていう、はい、特典です。ぜひ下から買ってください。私も今回I チャンネルから買ってもらえたって思っていただけると、今後何ですか、良かったなって思ってもらえると思うので、まあ、どちらにしてもね、ウィンウィンな関係じゃないですか。見てくださってる方も今回今からがね、情報が知れてウィン、そしてここから買うだけで、ね、他のとこで買うよりも 10% 安く買えるので、概要欄からぜひ飛んでください。はい、ということで、もういつもはね、普通だと最後に言うと思うんですけど、まあ、最初にね言ってもいいじゃんと思ってるんですよ、いつも。だって見てる人が、あ、得に買えるんだ、じゃあ見ようっていう人もいるかもしれないから、そう、お得に買えます。今からね紹介させていただくものが、で結構な種類がございますので、じゃん、すごいですよね。で、何がいっぱい種類があるかと申しますと、ケースとフィルムと、あと急速充電池を今から紹介させていただきます。はい、ではいきますね。このドルチアンドガッパーナの、ゴールドのラメラメを張り切って、今回iPhone の前の iPhone の時も結構検索ワードで、ね、iチャンネルたどり着いていただいた方がいらっしゃったので、ちょっと張り切って塗ったらここにまとわりついちゃうっていう。ついてたら誰か教えてください。はい、あ、そう、言っね、そうね、はい、はい、じゃあ今から紹介します。まず、お一つ目ですね。お一つ目というか、これ一気に開けた方がいいと思うので、今回のケース紹介がちょっと段取りよく紹介ができるように、カットとかもしながらどんどん編集していきたいと思います。トーラスさんの、スマホのケースと、あとガラスフィルムと急速充電池のご紹介になります。トーラスさん、読み方がトーラスと読みますね。 TORRAS でトーラスさんです。はい、では多分これ早送りしてると思うんですけど、いきます。開けるとこんな風に丁寧に梱包されています。保証登録も入ってます。はい、こちらがクリアの、商品ですね。で、特徴としてはここの高さ、分かりますか？高さが今回14になって、ものすごい高さのカメラに、13 Pro でも結構厚みがあったんですけど、
構厚みのあるカメラになっているので、ここの厚みがちゃんとカメラをカバーする厚みになっているというところ分かりますかね。あとここの衝撃吸収の、ここの硬さですね、ここがとても硬くなっております。はい、ちょっとこの商品はここに詳細を貼っていきますね。じゃあどんどん出していきます。こちらも厚みが出て、ここの衝撃吸収も硬く、そしてここが立てられるような、こちらですね、こうやって立てて操作ができたりとか、こういう風に立てて操作ができるので便利。これ後からつけると取れちゃったりするじゃないですか。取れちゃったことある人多分いると思うんですけど、立てたい人はこちらのねタイプおすすめです。すごい頑丈についていて結構力がいるぐらいです。薄いパープル、なぜパープルかと言いますと、今回の限定カラーが紫が出てるんですね。14は紫が、14だけのお色で今は出ているということで、紫色のカバーも紫、ね、いいよね。私あの雰囲気が紫っぽいって出れることが最近増えててめっちゃ嬉しいんですよね紫っぽいってすごいね、褒め言葉だと思っててねえ可愛いこのケース。私今のところあのクリアよりこのケースが好きです。ツルツル。すごいこのすべすべ、ちょうど曇り加工、わかりやすい、こんな感じ。結構曇ってるから iPhone のアプリがこんな感じでつけます怖すぎ。はい、次はこちらです。このフレームが、結構指紋が、まあ、つくといえばつくタイプですね。はい、そのままカバーしてないみたいに見えます。色味は青に近いけど紫にも見えるようなお色で、でここのフレームもついてるから高級感があるタイプは透明です。ここも衝撃吸収、高さもあります。ね、こちらはストラップがついています、はい、これも滑りスルースル加工、このなんて言えばいいんですかね、この加工が施されていて高級感がやっぱりありますね。この全部透明のものとの差があるね、わかる。透明、完全に透明なのと、このちょっとこの透けてるの、私はこっち派だな断然。なんかちょっとこの透けてるのが高級感がありますよね。正直100円ショップさんでも透明のってあるじゃないですか。でも、まあ、このね作りとか、ここの衝撃度が度とかね、このこれは絶対ないことだから、結局ケースが脆くて衝撃を守ってくれないと、こう高い、めちゃくちゃ高いじゃないですか。 iPhone 20万円超えですよね、高っだからそれをね守ってくれるケースに最初お金払うのって大事だと思う。そうだからここはねやっぱ全然硬さが違うから、ここの部分、こっから落ちた時のね衝撃度で、これも共通だからこっちで透明の方がいいな。すごい私の意見だけど私が好きです。で機能性を求めるってなると、この立てるタイプ
うん、だから順番的にこうなるか、ね、この立てるタイプが使いやすいよね。あとはこれなんか、ね、ちょっと指紋がちょっとねつくんですよ。高級感もあるけど指紋がつくから、O の I おすすめ順に今並べています。はい、そしてこの子にはストラップがついているというね。この子にだけストラップがなぜついているんだろう。特別扱い、この子だけストラップ付きです。ちょっと少し調べますね。みんなついてるのかな、みんなはついてるのかな。かわいいね、かわいいよね。私が紫が好きなのもあるし、今回紫あの14が出たら紫を絶対買うから、自分の順番をするならこの順かな。ランキングヒカキン TV さんみたいに第1位とか第2位みたいな風にやった方が良かったかな。まあね、それぞれの良さがあるのでこの順番ですね。惜しくも大野愛ランキングおすすめ順第5位、普通の透明。何も悪くないんですよ。何も悪くないし飛び出る良さがないだけ。みんな違ってみんないい。みんなと違わない良さ。そう、であとちょっとね指紋がやっぱり透明じゃないとちょっとつく、わかる？私の手がね、姿勢肌だから、元は。あれ、ほら、ああ、わかるね。そう。まあ、ここにあの iPhone 入ってるか分かりづらいとは思うけど、そう。でも、こっちの、この加工してあるのはつかないから、めっちゃいい。次、第2位。あ、第5位、大丈夫。第4位。第4位はこちら。これも、同じく、指紋がね、つくっていうところ、あとこの縁も同じくなんですよ。高級感はあるけど、ここね、だからみんなとちょっと違うけれど高級感もあるけど利便性で第4位です。次第3位こちら、はい、指紋はつくけれども、そう、でもつく範囲がこのこちらがついていることによりちょっと狭いというところ。そしてこれ便利。だって立てれるもんすごいよね。ね、こうやって立てて横にもできるし、YouTube 見れるよっていう見てね。YouTube も Instagram も見やすいし、でこれもこうやってできるし、撮影もできるし、なんなら YouTuber さんとかいいですよね。そう。で、なんかここにピロピロもついてる、このめくるやつ。だからこれね、ここが剥がせるから。他のやつにはこれついてないから、そう、これは剥がせます。すごいな。しかも頑丈っていう、パチーンってなるじゃんね、いいよね。この頑丈さと便利さで第3位です。おめでとうございます。トーラスケース第3位を受賞しました。第3位ということはどうです、金銀銅表彰式受賞。では第2位、第2位紫は、まあ、もうこのね加工最高、めちゃくちゃいい。指紋つかないもん、長持ちすると思う。しかもほら一切指紋がつかない、これめちゃくちゃいいよ。指紋つかないってね、でしかも長持ちしそうだし、これもさ簡単には割れないケースの加工がしてあって、でここは衝撃吸収になってるし、色が可愛い、ね、紫を持つ方男女ともにやっぱ紫を意識してると14なんだなっていう、最先端だなんだな、素敵ってなるから、男女ともに素敵素敵をゲット。第1位、第1位はあの 老若男女用です。透明は私は好きだから、そう、でもシンプルザベストで思ってて、
ね、なんかこんな派手だし、なんかアクセサリーとかも攻めてるけど、シンプルで攻めるみたいな感じがいいと思うから、携帯ってずっと持つし、アイコニックな感じに携帯で主張はしなくたって他で主張もできるんだろうから、だからこれはこれで、で、あとストラップもついてるし、ストラップに関しては調べるけど、これはついてたからね。で、ここ頑丈だし、カメラもいいし、またすねつかないから、いい、素晴らしい商品ですね。なんで1、2、3、4、やっぱね、指紋が見えるね、5です。では、ケース部門はこのような順番となりまして、お次はもう少しお付き合いください、お願いします。では次いきますよ。次はフィルムです。はい、こちらがフィルムでございます。トーラスさんのフィルム、結局セットで買うじゃないですか。ケースだけ買っても画面守れないから、もう必須です。必須アイテム、セットはこのように入っておりまして、箱を開けただけです。箱を開けるとこのように入っております。開けます。フィルム部門、フィルムと、こちらはフィルムと、ケースのセットになっていますね。はい、こちらはシンプルに何も指紋がつかないタイプの加工がされていて、アップルちゃんは見えません。アップルちゃんが見せたい方は上からシールを貼ってください。はい、で、このね、いつものこう皆さんもご経験のある、ガラスフィルムを貼る、グッズと、そしてこちらがフィルムさんです。慎重に扱わないと割ったら大変。はい、ガラスフィルムでございます。頑丈なフィルムで、こちらの効能はこんな、こんな効能こちら の, あの商品のこう技術はこんな感じです。はい、なのでね、こうセットで買いたい、セットで、まあ、セットで買うものなので、あのフィルムとケースはセット一緒じゃないと守りきれません。うまい商売ですね。1個だけじゃ守れないんです。フィルムもないと iPhone は守れません。そうです、人間もそうです。こうね、愛とは1人だけの、気持ちでは守れないのです。例えばこれよく考えてよく言ってるんですけど、好きな人がいるとします。好きな人がいるとして、まあ、100% が最大だとして、一人の人が 150% 好きです。もう一人の人は 50% いいなと思ってます。合わせて 200% うまくいきますかっていうところで、 100% からがあのお付き合いが始まるっていうラインだとします。なので、あなたが足りない分を私が 150% 好きになるから 50% で OK だよって言ったところで、ブブー、付き合えないんですよね、男女というものは。これはね、よくね、会社の同僚に、会社の同僚は、未婚であったりとか、彼氏様が、フリーにいる感じというんですか、まあ、その一人に定めてなかったりとか、まあ、特定の人がいるっていうような世界線で生きてないタイプのね、それがいいとか悪いとか全く何も思ってないからそういう話をするんですけど、まあ、そのね、特定の方がそんなにいないっていうような場合、方の場合の時にこの話をよくしてるんですけれども、そう、まあ、いっぱいいたとしても、まあ、いっぱいいなかったとしたとしても、一人の人がいなかったとしても、結局この理論は一緒でして、負けております。そう、とりあえず 100% 超えないと両思いっていう風にならないとすると、一人だけ 150% あってもこれはうまくいかないんですよね。そしてお付き合いが始まってからも、一人が 100% を超えて、もう一人も 100% 超えて、例えばもう一人の人がまあ 180% で 100% っていうバランスだと、結局 100% の人がちょっと冷めてくるっていうのが、と
難しいものですよね。何の話をしているのって思われますか？ iPhone はケースとフィルムがないと守れないという話なんです。だから結局は走行が 100% 維持できるようにうまくいくために寄り添うために少しずらしてみよう、谷祐樹さんの WXY の歌詞でも少し寄り添うために少しずらしてみようという歌詞があるんです。寄り添うために少しずらしてみよう、そう、まあね、そういうことで工夫が必要ということで、そう、 iPhone もケースとフィルムがないとダメなんですね。もう今時はガラスフィルムじゃなくて透明の、透明のテロンテロンなフィルムじゃ守れないんですよ。高い20万円を超えた iPhone は守れない、守れないんです。高いフィルムガラスフィルムでちゃんとお値段を払わないと守れないから守っていきましょう。大切なものは手放したら意外と返ってこないから、はい、もう一回言いますよ。大切なものを手放すと意外と返ってこない。一回離したものは取り返すのが難しいですから、もう手放されたらもういいって思ってるね場合もありますので、はい、じゃらーっと開けて、はい、開けましたということで、しっかり iPhone も守っていきましょう。こちらもケースと、フィルムがセットになっています。なので先ほどのまでのランキング、ランキング第1位と第2位の、こちらですね、2トップでもめちゃくちゃいいと思ってます。こちらの2トップを買ったとしますと別でガラスフィルムが必要です。しかし両方買うのは嫌、1個だけがいいという方はこちらを買っていただくと、2個買わなくていいで、こちらは周りをガードする、サイドガードっていうんですか、サイドガードでございます。でまた商品はこちらに、細かくしっかりとご紹介をさせていただいて、ケースしっかりつけるタイプのものついてますよ。今2枚あったのでお気づきの通り、ちゃんと2枚ガラスフィルムも入っています。なんで2枚あるのか、そう、優しいですね。トーラスさんは1回の失敗はなんとか多めに見るよっていうことです。1回割れてしまうことだってある、だけどもう1枚あるから買わなくていい、2回までは許すよということで、トーラス様のですね、どれぐらい強いかっていうところ、あと紐もつきにくいっていうこととかもこんな感じです。2回まで有料がありますよ。そう、人間も2回まで許してくれる人もいれば1回しか許さない人もいますのでね、お気をつけくださいませ。 iPhone の本体の画面が割れたら1回で割れちゃいますよ。もう1回でダメです。もう Apple Care に入っていたらそれで直すしかないんです。1回しかダメっていうことが多いから、優しさ2枚、ね、こういう場合もあります。2回、こちらも2枚2セット、はい、なので思い出してください。もしもまだ画面フィルムつけるかどうか迷っている方がいらっしゃいました、たまにね、お出会うことがあるんですよ。ガラスフィルムつけてないんだ、信じられない、こんなに高いものなのに、無理高いよ。ちゃんと守りましょう、最初は大事。もう開けた瞬間につけましょう、開けたら貼る。だって傷もないし指紋もないから綺麗に貼れるもんね。もう開けたらこのトーラスさんの買っておきましょう。もう今から取りに行く方で、どれにしようか迷われている方、もう買っちゃってる方も予備で買ってもいいんです。なぜかというと、いつ割れるかわからないから。iPhone の本体が1回割れたらもう取り返しはつきません。取り返しはつくけど、買えばね、お金を払えば。でもその手元にある大切な iPhone 14 Pro はもう手元には帰りませんよ。だいたいそのまま代替え、もうまるっとそのままデータが新しい子になるけど、今のね、ご縁、この子を大事にしたいっていう風にね、まあ基本思うじゃないですか。お金もかかるし、Apple Care 入っていたってお金はかかりますよね、多少は。ね。だから、今の子をやっぱ大事にね、いちいちやっぱ嫌な思いするし、Apple 混んでるじゃないですか。予約取るのも大変ですよ、今 14 Pro でね。こっから結構しばらくずっと 14 Pro に変えるっていう人が増えていくから、だから、そう、守っていきましょう、大事なものは。これはだから周りだけプラス画面、だから結構本体でいきたい勝負な人ですよね。裏からバーンってなってもここに高さがあるけど、やっぱりね、カメラが心配、私は心配しよう、カメラが心配。だからね、
やっぱり全体的に言うとフィルムのガラスフィルムはガラスフィルムで、あのトーラさんのこちらの商品、ガラスフィルムだけの商品を買っていただいて、そうね、それこれとこのね 10% オフのものこちら第1位と第2位ね、第1、第2位、第5位、第4位、第3位、第10位の順番でおすすめですけども、こっちね、右から順に、そう、これと1、2、3位、金、銀、金、銀、銅、その他、そう、とあとフィルムで守りましょう。ポイントはこのカメラのところを守る厚さです。ここね、厚さがカメラよりもあるから、これ守れますよ、ちゃんとカメラを。カメラが大事。カメラ割れたら iPhone ね、大変なことになりますから、衝撃も守ってくれるし、この2つが推しですね。そう、推し推しは尊い。はい、じゃあね、こんな感じが、フィルムとケースですね。何度も申しますが、下から飛んでいただくと 10% オフのクーポン、ね、割引の、URL が貼ってありますので、ぜひ下からお願いします。はい、でフィルムと、ケースのご紹介だね。なんで、まあ、こちらでランキングを私的につけさせていただくとしますと、このオレンジの、フレームだけで2枚のチャンスの方は、まあ、2枚のチャンスはありますけど、やっぱり周りだけが心配。カメラがね、カメラは持ってほしいなと思ってしまうので、なんでこちらはね、カメラはもう持ってくれます。カメラのところがあるので、まあ、1位と2位というような感じになりました。毎回ね、やっぱりね、ランキング、ね、数字で見ていかないといけませんからね、世の中ね、見えるものは、見える化していきましょう。はい、じゃ最後です。寂しいね、お付き合いくださってありがとうございます。はい、ではこちらです。急速充電器、はい、急速充電器の情報はこちらです。トーラスお願いします。皆さん、読み方はトーラスです。トーマスみたいだけどトーラスです。トーマスに近い、まあ、忘れそうだったらトーマス思い出してください。機関車じゃない、トーラスさんです。はい、この2穴になってますね。 USB の AC ケーブルと、USB の A がさせて充電が、はい、超急速充電ができるということで、申し上げた通りですね。結構重さはしっかりしてます。これで充電が早いっていうことが、まあ、分かりますよね。これだけ重のずっしりとしていると。なので今回のこのセットで、まあ、購入を、まあ、いただきますと、充電は早くできるし、あと、カバーとフィルムもセットになっているということで、はい、ね、なんでちょっと充電器で分かる情報は書いて、書かせていただくんですけど、まあ、ちょっとどうしてもその出先ですぐに充電しないといけない状況の時とか、その出張とかお仕事お忙しい方とかね、よかったらこういうの持っていると、その、ね、ずっと携帯使っていることが多いと思うんですよ、お忙しい方って。だからこれで充電ができて、お仕事もサクサク進むというような、ことになっていただけたら、携帯を守りながら、携帯いっぱい使えるとね、やっぱり事故率が高いのも、いっぱい乗る人の方が、ね、事故率高いから、免許もゴールド免許の人ほどあんまり乗ってないっていうね、結局はいっぱい乗るから事故に遭うんで、ゴールド免許になりづらくなるっていう説と一緒で、いっぱい乗るほど事故には遭いやすくなるので、しっかり大事なものは守っていきましょう。はい、ということで、今回ですね、もうお気に入りすぎて、なんかもう使いたいな14って思いながら、会社のね、会社の、ケース様を
会社の、YouTube 撮影の方が始まりましたら、こちら会社の機材の方にきっとこれがセットされておりますので、はい、これめちゃくちゃいいですね。やっぱりこっち可愛いですね。1位こっちにしたのは、まあね、好み的にこっちの方がいいと思ってると思うんですけど、こっちもいいな。まあいろんなこととかね、汚れるかもしれないとか、菌のこととかね、重要に頑丈だけど岩とかの上に落ちたら何があるかもわからないからね、両方買っておいてもいいぐらい全く指紋つかない、すごい、はい、いいですね。なんでしっかり守りつつ、ガラスフィルムもすごくこうね、いい性能のものを貼って、やっぱり中途半端なものを貼ると守れなかったら意味がないので、まあ、最初の初期投資というのは大事ですよね、何事もね、全部初期投資がまあ大事というね、まあ基礎がなってれば、今回エンビロンも、あ、エンビロン、ノーファンデになったのも最初にエンビロンでエステ経験を何ヶ月か行って、で今はサロンなしでホームケアをしているんですけど、そうだからやっぱりね、初期投資は結局必要というようなねところでございまして、はい、まあ、こちらと、ケースと電速充電器ということで、はい、のご紹介でした。14ゲットされた方おめでとうございます。今持ってたら、すごい14プロなのっていうような商品ですよね。羨ましい。まあ、やっぱり最先端のものをね使うことってすごく効率も上がるし処理スピードも上がるから、ね、大事なことだと思うので、ちょっと私も、まあ、ちょっとこれは13プロですけれども、その次のところは14プロを使って、ね、また自分のところは15とか16とかで買えるぐらいの、言われるから買ってください。きっと小さな積み重ねが15とか16になってる時は、あ、頑張ったね、頑張ったね、ノーファンで終えるって思ってくださいなってるかな。夢は大きく頑張ります。ではあともう一本撮影させていただく予定ですので、今日はこの動画見てくださってありがとうございます。よかったら下のクーポンコードからトーラさんの、商品ですね、他のものもいろいろと取り扱いがこう終わりの会社様なので、トップページ公式ホームページも載せておくので、いろんな商品よかったら見てください。今回ご縁があって、その私 の, そのこのチャンネルをいいって思ってくださった企業様で、今見てくださっている方も今見てくださっている瞬間はいいって思ってくださってるわけだから、だからまあいいって思ってくださってる同士のこうね巡り合いっていう風で、まあ全部人生はね巡り合いの重なり合いだから、これで買ってくださって携帯守ってくれるじゃないですか。その時に、あ、なんかつながりってすごいなって思ってもらえると思うから、これをご縁と思って購入していただけると嬉しいですではまた、次の動画もよかったら見てください。バイバーイ。